構想について詳しくなったものの、出店地域が決まらない青山。はじめまして、青山あかりです。はい、よろしくお願いします。今回はスペシャルゲスト、菅原健一さんをお招きし、経営について学ぶことに。青山はそこから何を得るのだろうか。店舗ビジネスってすごい大変なんですよ、はい、ちなみに、はい、今のフェーズは、はい、もう物件は決まってるんですか。物件もほぼ。いずれにせよまだお金はどこにも払ってない。払ってない。ないです。ああよかった、このタイミングで。このタイミングで、はい、店舗ビジネスって、はい、まあ、縦にお金、横に時間とするじゃないですか。藤巻さんスタートアップにいたから全然違うんですけど、店舗ビジネスって借金から始まるんですね。マイナスから、はい、でまあ分かんないけど数千万とか、よくて数百万円ぐらいで、こういくかなと思ったら立ち上がらないんですよ。なぜならそんなに集客できないから。そうすると人件費とか家賃がかかってまだ下がるんですね。でああやっとトントンになってきたかなみたいになってきても借金はしたままじゃないですか、はい、でやっと上がってきたって言ってもそんなにハイペースでグインと上がらないわけですよね。なのでゆっくり上がってきて借金を累損で回収するのが1年とかで、これ2年になっちゃうとまた設備が壊れたとか、うん、まあ酵素の仕入れもこの中で下がっちゃう理由、飲食店とかもそうじゃないですか、はい、誰が来るかも分かんないのに毎日仕入れてないとお店ができないわけですよ、はい、で人もスタッフもいないといけない、家賃も払っとかなきゃいけないからまだまだ下がるわけですよ、うん、で回収ができたタイミングで、これが短ければ短いほどいいんですけど、結局は次の借金が始まるわけですよね。だからなかなか浮上できないんですよ。ちなみにスタートアップは調達から始まるんで、入金から始まるわけですよ。まだ何もないのにお金が入ってきてバーって減ってって、ここまで事業アイデアをまとめました。でまた次の調達 10% ずつ株を失いながら、で売上が立つ前に何回もこうやってノコギリみたいにやるからみんなメンタルが崩れてる借金はしてないんで株を失ってるだけだから返すお金はないんで、黒字になればそのまま黒字なわけですよ。だからずっとプラスを行ったり来たりしてるビジネスがスタートアップ、はい、でずっとマイナスにいるのが店舗ビジネス。こうなるにはどうしたらいいか、もしくはお金はかかっちゃうんだけどすぐさま上がるにはどうしたらいいか、これを解けないとこっちの道を進むわけですよ。だってやっと集客がうまくいって安定してきた、お客さんが増えてきたっていうのに半年かかってたら、その間の人件費や家賃や高層代がどんどんマイナスでかかってるわけじゃないですか。こうするにはどうしましょうか。単価は絶対安くしちゃいけないなと思ってるんですよね。じゃあ1になるにはどうして、まあ、2はねなんとなく頑張ればできそう。1とか難しいですよね。いきなり赤字にならずに黒字になる方法なんかあるの。もう1個は今まさにやろうとしてるところ、クラファンに行く。そうね、クラファンはマイナスにしないためすごく重要ですよね、はいはい、だからこれが成功するとクラファンのお客さんは継続的に来てくれるんで集客まで見込めちゃうわけじゃないですか。でもそれをお金を集めるためだけにクラファンの特典を安くしすぎてやっちゃうと、クラファンのお客さんが全員来ると売り上げが下がっちゃうみたいなことにもなりがちなんですよ。やっぱりあくまでもお友達のインフルエンサーさんやいろんな人に応援してもらうのは、クラファンの成功をまずは手伝ってもらう必要がありますよね。これがうまくいくと、まあ、1年分の権利みたいなのも例えば買ってもらったりすると、1年間満室になった状態の1年後に入るべきお金が最初に入ってきて、そこでお店を作れるわけじゃないですか。これがうまくいく方法。最初から黒字って実は作れるんですよ。だからこのクラファンで1年分満室にするっていう目標でクラファンを具体的にやってれば、もう1年分のお客様のお金をもらえるわけじゃないですか、はい、そこの費用でお店を作るとか、もうちょっと上がないと利益出ないんで、クラファンの会社さんに 30% ぐらい 20% 取られちゃうんで、やっぱりそうならないようにもちょっと乗っけたり、
高い単価のものを何か買ってもらって、お店の工事と内装と家賃、人件費、構造代とかを、まあ、全部年間で買ってもらえるぐらいにするには何人が必要でいくらにしなきゃいけないんだっていうのを今度分解していくわけですよね。だからやるんだったら1年分の原価と利益を最初に計算して、あの高速道路っていくらぐらいですか、1時間、まあ、6000円から8000円ぐらいなんですね。じゃあ例えば8000円で計算しますよね、はい、営業日でかけて12ヶ月でかけたとすると、1日何室売れるんですか。入ってて16とか17とかじゃないですかね。17にしましょう。8000円で1日17人で13万6000円で、20日ってことはないか、営業日ほぼ30日ぐらい。あ、そうですか、はい、あ、スタッフさん入れてとかね、はい、30日だと480万って感じですね。これが売上ね、年間のね、はい、ってことはこの中の原価が半分ぐらいだったら利益半分ぐらい。原価ってどのぐらいなんですか。販管費で160万円ぐらいですかね。酵素とか込みで180万ぐらい見とけばいいかなっていう感じ。ああ、そうですか、はい、ってことはまあ利益半分ぐらい出ますよね。最初の内装とかのここの借金はいくらぐらいなんですか。1200ぐらいです。なんでここから返していくと返せるわけですよ、はい、でもクラファンで1年分売ったとしても今度 20% 抜かれるんで 5x% ぐらいの利益率ですよね。こっち 4x% ぐらいの利益、40何パーと50何パーでいい状態なんですけど、ここから 20% 取られちゃうので利益率は 30% ぐらいになり、かつそこから月次この半分を取られるんでっていう感じなんで、多分1年はこれを全部売ったとしても現状の計算だと利益は取ると。で来年からは同じだけ入ってくれてたら100万円ずつ毎月利益が出るみたいな構造なんだと思います。じゃあどうするかで考えると、やれることって30日を60日にはできませんよね、はい、ってことは17を変えれるかと8000円を変えれるか、まあ、集客ももちろん大事だし、それはクラファンの課題として別に考えなきゃいけないんですけど、どっちかっていうと8000円のものをいくらになるのかとか、17室を、まあ、仮に20にできるだけでも全然違いますよね、はい、っていうふうに考えていくといいんじゃないかな。ここが多分課題なんじゃないですかね。あとはクラファンはもう明確に510人が年間買ってくれたら売り切れ、はいはい、って考えると意外と少ないですよね、うん、510人って考えるとね、まあ、これを年に1回しかやらないんだったら12倍またしないといけない、6000人に買ってもらわなきゃいけないわけですよ。それは大変になりますよね。でも1年分ってだから10万円分ぐらい買ってもらうってことなんですよね、はい、をどうするか510人に対してって考えると、ちょっと具体的に女性の年間の10万円のもので何と一緒なんだろうって考えられてますよね。基本的にお金って新規ではもうないんですよ。お財布の中にいっぱいお金入ってます。いや入ってないです。ないじゃないですか。ってことは何かを止めないといけないんですよ。何かをやめてもらわないといけなくて、何やめてもらうんですか。まあ一番簡単だとカドレのドライヤーを買わなきゃいけないんですよ。いや年間でカドレのドライヤー1個我慢してもらうと3万円ぐらい、4万円ぐらい浮きますね。あれやりたい側、そうやりたくなることをしなきゃいけないですよね。でそれが仮に酵素が辛かったとしても、例えばじゃあジムだったらジムは辛いんだけど、ジムにいる自分の写真は撮りたいから、それが動機で頑張る人もいるわけじゃないですか。だからやっぱあれやりたいを酵素風呂で作らなきゃいけないんだけど、今見てる酵素風呂とかいわゆるあれ系のものって酵素風呂に入ってる写真か、それが終わったかその前になんか入り口に書いてあるローンの並んだところでなんか持ってパチャって撮るかぐらいしかないんで、じゃないものをやっぱ作った方がいいですね。まあ思わず撮りたくなる。そう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 。他の人に言いたくなる仕掛けというか。撮りたくなるし、それを見た人が来るわけだから、見た人が、この酵素風呂ってそういう風に撮れるんだ、あれやりたいってなるものを開発しなきゃいけないんですよ。で開発できないと、プロっぽい酵素風呂の話を文字で延々と喋んなきゃいけない。
で誰も聞いてくれないし、うん、聞いてもらうためには広告費を払わなきゃいけなくなるので、うん、お金がかかる、うん、でパッと見て分かるあれやりたいをヒノキとの配合と同じぐらい真剣に作んなきゃいけないです、うん、まあ、確かにそう考えると針とかって刺さってる状態を上げてる人結構多いなと思って、うんうんうん、周りとかがここは針治療やっているのを上げたくなる感じがあるんだろうなみたいな、あれやりたいってちょっと思うからですよね。確かにね、美容針とかすごい感じがありますね。確かに高層部ちょっとシュールですよね。どうしても笑っちゃう絵になるから、そうじゃないやつ。もしかしたらその酵素風呂に入ってるあの顔の時にしか使えない面白いフィルターとかがあったら使いたくなってあげちゃうとか。酵素風呂フィルター。フィルター。何分ぐらいなんでしょ。マックス15分です。知らなかった。もう15分以上逆に入れないんです。うん、本当熱くなりすぎて汗出てきて。そうですね。サウナともまた違う感覚なんですよね。来店してから退店するまでどのぐらいの時間なんですか。45分から1時間ですね。整ったりとかあできるんですか。ああよかった。なんか知らない人2人で入るより多分友達2人との写真でなんか長く話し合えたとか、うん、友情の確認的なやつをなんか2人であるビジュアルとかだと面白いかもなと思いました。ジャストアイディアですけど友達割みたいな感じで。そう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 、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。